皆さんこんにちは、三浦 TV です。前回の動画でようやく時をかけるババアというねクエストを完了しましたんで、今回はですね上級海馬たちを仲間にしていきたいなと思います。で、今回仲間にする上級海馬は多分ねこいつが一番強い海馬だと思うんですけど、破壊ですね一番多分このなんか上級海馬って5人いるんですけど、その中で一番のリーダー的なね存在だと思われる破壊ってやつをねちょっと仲間にしていきたいなと思います。本当はねこれ結構前にこの上級海馬をね探しに来たんですけど、時をかけるババアっていうクエストをやらないと仲間になってくれないっていうことをね知らなくてずっとこの中探し回っていたんですけど、ようやくここにいてくれた。あーちょっとモテモテが邪魔だな。お前たちは一体何しに来た。ひー、さすが海馬最強の戦士、ものすごい迫力です。やっぱ最強なんだ。ウバウネに頼まれてあなたを助けに来たの。いい加減なことを言うな。あのウバウネ様がお前たちなどにそんなことを頼むはずが。ウバウネは人間だった頃の綺麗な心を取り戻したのでウィス。さすがにショックみたいですね。ウバウネへの忠誠心が強そうでしたから。ならばこのままお前たちを追い返すわけにもいかんな。一つ話しておきたいことがある。聞いていくか。なんだろう。ちょ待って、あ、クエストになるのこれ。普通に戦うだけかなと思ったんだけど、でしかもご褒美が海馬の元だ。うん、話を聞かせてよ。お前たちは上級海馬たちがどうやって生まれたか知っているか。ウバウネの人間を憎む心から生まれたんでしょ。ウバウネは自分の心からあなたたちが生まれたと言っていましたが。そう、人間だった頃のウバウネ様はやってもいない罪で牢に入れられた。誰にもぶつけたらいいかはも分からず、マグマのように燃えたぎる怒り、その時の怒りが形となって俺は生まれたのだ。そうだったんだ。だがどうやら今のウバウネ様にとって俺は必要ないようだ。ねえ破壊、それだったら私と友達にならない。ふん、笑えない冗談だ。カイマと人間が共になどなれるものか。落ちぶれようとも俺はカイマ一の戦士、俺が認めるのは俺より強いものだけだ。だったら私たちがバトルで勝てば友達になってくれるってことだよね。ふん、面白い。こうなれば60年前のリベンジも含めて勝負だ。戦いの準備してささっとかかってこい。なんか話の流れからすると普通に勝てばそのまま仲間になってくれそうな感じなんだけど、俺との真剣勝負始める準備はできたか。じゃあやろう。よし、では勝負を始めよう。だがその前に一つ言っておく。俺と友達契約したいならば全力でかかってこい。いいな、全力だぞ。うん、わかった、全力でいくよ。いい返事だ。それでこそ俺も破壊を楽しめるというもの。さらっと怖いこと言いますね。では行くぞ。普通の妖怪たちと、仲間にするのがちょっと違うのかな。まあとりあえず鉱物あげ、カレーか。結構現代的なものが好きなんだね。カレーあるかな。カレー、あ、あったあったあった、シーフードカレー。あっちこれだ。ナマステカレーが一番、うん、破壊的にうまい。おっしゃー、取り付く。あ、くそ、ミスった。何、ちょっとうんちくまさん、ちょっとやっちゃって。あ、くそー、すげえ食らうな。ちょっと待てよ。闇キュービが結構ダメージ入ったんで回復させないと。つっつく。ハートハートハートがないぞ。あった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 。オッケー、じゃあ
全力で行こうか。よし、あと光オロチがいる。あともう少しだ。めちゃくちゃ強いのかなと思ったんだけど、そんなこともなかったぞ。これでおしまいかな。いったか。よっしやった、破壊に勝った。しかしお友達にはなってもらえないみたいですね。まだだ、まだ俺が満足してない。勝ったら仲間になってくれるって言ったやん。長年この身に溜め込んだ怒りを晴らすには、この程度のバトルでは全然足りんのだ。これは結構苦労しそうですね。また出直してこい。次の勝負を楽しみにしているぞ。ということで、やっぱ普通の妖怪と妖怪たちと仲間になるの一緒だ。これリセットマラソンしないと仲間になってくんないね。よし、それじゃあ2戦目。仲間になるのはそんなに時間かかんないと思うけど、ちょっとね、この2回目でちょっと決めたい。さてと、まず好物がなんだっけ。カレーだ、そうだ。よし、取り付く成功。あった、ハート、オッケー。じゃあ、あとはもう全力でいくかな。よし、取り、あ、そうかそうか、ヤメキュービの技って取り付く攻撃だったんだ。忘れてた。ミスった。あとは光オロチ。見てみたいな、破壊の一撃。お、来い来い来い。間に合わないかもしれない、やっちゃうかもしれない。やっちゃったか。今破壊の一撃っていう必殺技を出そうとしてたんだけど倒しちゃった。ダメか。よし、仲間になってくれた。結構時間かかりましたね。30分ぐらいかな。で、今ハートのさすらい玉が出てきてくれたから仲間になってくれた感じか。多分5人の上級海馬がいるんですけど、こいつが一番仲間になりにくいんだね。他のやつから行けばよかった。種族がないのか。ようやくゲットだ、初開門。やった、これで破壊も友達になってくれるよね。俺の中に溜まっていた怒りは戦いの中で全て晴らすことができた。もう何も思い残すことはない。これも全てお前たちのおかげだ。喜んでお前と友達になろう。やった、破壊これからよろしくね。こちらこそよろしく頼む、俺の大事な友達よ。いやー、大変だったこれ。厄介くんから仲間にしていくべきだった。なんでこっからやったんだろう俺。カイマの元
うん、これも早速使ってみて、妖怪をねちょっとカイマに合成したいな。おっしゃ、じゃあさっきゲットした破壊、なんか種族がないような感じなんだけど、ちょっと一旦ちょっと召喚してみようかな。召喚どれだっけ。あ、これだ。お、 Z メダル。おっと、召喚の構え。カイマカイマ呼んだカイマ本当カイマ。あ、やっぱりこれはあれだ、不思議族とかプリチー族とは別のカイマっていう種族に分類されるんだね。カイマ召喚であります。破壊破壊。なんか聞くところによると、このカイマたちはめちゃくちゃ強いんで、装備品をね装備させることができないっていう話を聞いたんですけど、ちょっと見てみようかな。妖怪メダル、あ、やっぱり装備する場所がない。あ、で確かに結構強いね。レベル80なんだけど、ヒットポイントに関してはもう422あるから、レベル99いったらもう軽く500超えるんだねきっと。うん、力も結構強いし、揚力も高いし。あ、破壊の一撃、全てを破壊するような強烈なパンチを敵一匹にお見舞いするか。威力は高いんだけど、敵一匹にしか食らえダメージ与えることができないんだね。じゃあちょっと戻って、破壊の一撃というねちょっと技をちょっと確認して、で今回ちょっと終わりにしようかな。破壊と戦っている時に何度か、技をね出そうとしてたんですけど、でこちらもねちょっとその技を受けるつもりでいたんだけど倒しちゃったんだよね。じゃあ今回もちょっと無限地獄に行って、カイマの破壊の技、これをねちょっと確認して、で今回は終わりということで。闇キュービとね光オロチは結構ね簡単に2回ぐらい戦ったら仲間になってくれたんで、今回もそれぐらいかなと思ったんですけど、30分だね。まあさっきも言ったんだけど、破壊、じゃあどうしようかな。じゃあ、うん、鬼の光オロチを外して、うん、これでいこう。なんか最近いつもこいつで新しくゲットした妖怪たちの技を確認してるような気がするんだけど、じゃあガッツ技、あとズキギョンタやばい。あ、聖剣好きだ、すげえダメージ入った今。なるほど、ということで今回はここで終わりたいなと思います。次回の動画はですね、エリートカイマ仲間にしたいと思うんですけど、厄介くん多分一番仲間になりやすいんじゃないかなと思われる厄介くんからやっていきたいなと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。